こんにちは、シーバードです。今日はですね、ボスの ME50 と GT1 を使って、94年の白い夜にヒデさんとパタさんで披露されたセレブレーションの音作りをやってみたいと思います。 ME50 に関しては弾いてみた動画で実際に弾いてアップしているので、ぜひですね、聞いてみてください。その時にどういうセッティングしてたかっていうのをまず見てもらえたらなと思います。で、その後 GT1 で作っていきたいと思います。マイクアンプロキューブです。じゃあまず ME50 からやっていきたいと思います。というか、まあもうやっちゃってるんですけれども、基本的な歪みはですね、この MT2 にしてます。 MT2 にして、ドライブ、ボトム、トーン、レベル、まあ、若干ずつですね、まあ、1時ぐらいな感じにしてるだけなんですけれども、もうこれだけです。もう十分な感じですね。ちょっとボトム上げると、ちょっとズーンとした感じで、まあライブ感が出るというか、キャビネット感がちょっと出るかなっていう感じですかね。感じでですね、あとここノイズリダクションをかけてるだけです。 MT2 にしてつまみもちょっとだけ上げてる感じですね。で、ペダルはワウにしてあるので、といった感じで割とシンプルなセッティングになっております。非常にセッティングがやりやすいエフェクター ME50 でした。続いて GT1 なんですけれども、 ME50 とはちょっと違うタイプの音にしたいなと思います。もっとこうライブ感があるような、まあ、ライブっぽい音にしたいなと思います。なのでプリアンプで作っていきます。プリアンプはですね、まあいつも使ってるんですけれども、まあレクチファイヤーかなっていう感じですね。マーシャルだと、やっぱちょっと OD1 が必要になってくる感じですね。まあでも今回のは94年頃は随分と歪むようになってきてますね。ソロ活動をやり始めたぐらいの感じなんですけれども、エフェクターで作るよりもちょっと奥深い感じの歪みになります。ゲインを上げます。ちょっと深いですよね。まあ試しにメタルゾーンを弾いてみると、というふうな感じですね。まあいい歪みではありますけれども、まあ、好みですけどね。まあこれも全然いいと思います。メタルゾーンもいいと思うんですけれども、ちょっと今回はME50 とちょっと差をつけた感じの音にしたいので、アンプで歪ませます。ちょっとやっぱトレブル欲しいですね。
この B メロのところがですね、やっぱりアンプの方が、アンプシミュレーターの方が奥深さが出ますね。若干ミドル、ちょっと一回ミドル上げてみましょうか。ちょっと削り気味の方がいいような、もうちょっとトレブルあってもいいですね。まあ、実際はアンプでもうちょっとトレブル上げればいいかなと思います。ここまでエフェクターで上げなくても。でキャビですね、ここまで歪ませすぎてると、刺して変わんなくなってきちゃうんですけれども、まあこんな感じでいいかと思います。プリアンプはレクチャイア MDN、ちょっと原因あって、ここですね、 B メロのところがやっぱり安心の方が心地いいかなと思いますね。意外とシンプルなセッティングで、ゲイン上げて、ミドルちょっと削ってトレブルを割と上げるという風な感じですね。で、ペダルには、ワウ、ボックスワウ入れてます。という感じですね。割とシンプルなセッティングです。じゃあもう一度メタルゾーン聞いてみましょうか。まあ全然いいですけどね、好きですけど、やっぱりちょっと強さがあるなっていう感じですね。っていう風な感じのセッティングにして弾いてみましたといった感じになりました。まあ、ME50 はですね、もう実際に以前も弾いていたので、まあもともとお気に入りの音ではあったんですけれども、まあ、GT1 に関してはですね、エフェクトの音作りってよりはアンプシミュレーターで作って、まあちょっとタイプが違うけどそれっぽいっていう感じの音にしてみました。どちらのエフェクターも、まあ、使い勝手が良くてかなりスピーディーに音作りができるので、まあ、重宝するんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。